それでは中鉢 pt の発表を始めます発表テーマはアジャイル開発手法の習得を目指した pbl 活動におけるスクラム開発の実践とその考察です活動目的としてはスクラムマスターに求められるスキルを身につけるですはじめに一つ目のテーマであるプロダクト開発について話します皆様はこんなお悩みや経験はありませんかずっと使っていた化粧品がいつの間にか廃盤になっていたり売り切れていた 1>, 1年以上探し続けても結局最後まで変わりが見つからないこともありました今回チューバッチ PT ではこのような悩みを解決するプロダクトを開発しましたそれが廃盤になったお気に入り化粧品の代替品を効率よく探せるアプリケーションアトモノですどのような形でユーザーとアトモノが関わっていくのかを表したユーザーストーリーマップを共有します検索欄で入力して使っていた化粧品が廃盤になっていることを知り 代替品候補欄に成分情報の近い代替品になりそうな原稿品がいくつか候補として表示されます昨今の化粧品業界では成分情報によるレコメンドが有効であると結論付けコサイン類似度を用いて実装することになりましたユーザーアンケートとエキスパートレビューを実施いたしました一般的な SAS の平均点は68点とされており全体の評価はそれよりも低い結果となりました 記載されている感想の通り自分たちの作成したプロダクトのイメージと担当者様の想定していたイメージとが合致する感想をいただきました最後にプロダクト開発を通じての学びについて説明します1つ目はアプリケーションが対象とする業界の理解いわゆるドメイン知識の重要性ですここからは2つ目のテーマである実践したスクラムについて説明させていただきますまずスクラムとその実践方法になります 1>, 1つ目は1スプリントのスプリントバックログアイテムを完了できないという問題になりますスクラムの実践を行い学びを深めることでケプト以外にも振り返りが多く存在することを知りました4つ目の振り返り手法はゾウを死んだ魚オートですこの手法はネガティブな話題に焦点を当て各項目に従って何がうまくいっていないかを浮き彫りにする手法です以上4つの振り返り手法を実践して感じたプロスコンセです スクラムの実践を通して振り返りが最も全員が改善に動きやすいイベント,イベントであることを学びましたチームとしてはプロダクト開発やスクラムの実践時に起きた問題にアプローチすることを通して3つのスキルを身につけたと考えております1年間を通してチューバッチ PT のメンバー全員に多くの学びがありました、えっと、こちらの像死んだオートの振り返りでまずあの 意識したところとしてはあのまあチーム内でまずこれをやる前にまあ忖度なく意見を出し合おうというところはあの認識合わせをした上えでししこのプロダクトについては化粧品のデータが集まっているステージ,での、えー、とステージを想定したプロダクトになってまして収集方法についてはまだあの将来課題として挙げているような状況になりますチューバチ PT の皆さんありがとうございました。